わかんねえ。なんだこりゃ。これは成長、ただの肉体。進化していく個性に体を対応させるべく、個人社会の行き着く先。いや、チーム組んでまで戦ってんだ、しっかりしろ。てめえこそまっすぐ突っ込んでんじゃねえ。いいな、てめえ生意気だな。ムカウサギ野郎、集中しろ。イレイザー、ミドリア君から通信が。ごめんなさい、トガ姫子に来て、クトスまでお願い。ワープでミドリア君を連れ戻さなきゃ。真っ正からワープに切り替え、ミドリアを連れ戻すのに約10秒。悪いが自力で戻ってきてくれ。デク自力で戻らせます。我々で勝ってやろうじゃないか。しゃあです。どけろ。こんな最高へまだ衝撃が。ではなんて敵で来いって。だから行かないで。行かないで。追いつくくん、ナイフで切りかかられてもフォースが反応しないのか。僕にどうしてほしいんだよ。私の恋人になって。彼女は純粋な行為で。恋人だと何を言っているんだ。好き、初めて見た時から初恋の人にそっくりで。私、君になりたいの。じゃあ遊園地に行って手をつないでクレープを半分こすることだろ。同じになることがそれなの。まだだ、気配を消す術、ある意味天敵。同じになろうとすることが心を満たすのは分かるよ、トガ姫子。僕は好きな人を傷つけたいとは思わないよ。どうして普通になれないの、あなたは。イズクくんもチャコちゃんと一緒だね。パパとママと一緒だね。交わることはないんだね。待って、トガ姫子。イズクくんならと思ったけど、もう大丈夫だい。グララさん、あなたなら分かると思ったのに。私と同じ人。キルー、遅れてごめんなさい。行きなさい、ゼクちゃん。伝道理に私たちで肩をつけます。しがらきよ、頑張ろう。セブンス、遅い。クロムチブラス疑似 100% ならすぐに。動揺してるな。戦場に着く前に負傷するつもりか。いえ、ノームが現れ、周りは火の海。俺はホスのあの戦いを見て動き始めたんだ。熱い、エンジンがやられる。ごめんな、運語りしちまって。下がっちまってさ。たのは三男と側近三人だけ。さあ一緒に落ちよう、トドロキエンジン。地獄で俺と踊ろうぜ。ほんと参っちまうよな。トウヤ、勘違いするな。俺自身がお前を止めたいと思ったから立ってるんだ。誰かの命令で物言わぬ兵隊が動いたわけじゃねえ。結局この戦争は人対人だ。壊したい、自由に生きたい、環境を変えたい。生きてたならなんで帰ってこなかった。腐っても兄ちゃんだしな。俺がダビになった経緯、生きてこられた理由を。通称何かとんでもない聞き間違い。でもミドリア君、あの時僕だけが。青山君、僕はやめて。青山君だけ浮かない顔のままだったから探しに来たんだ。USJ も合宿も僕が手引きした。ミドリア君、クズのヴィランだ。ユウカ、逃げるんだ。マンもパパも
僕の無個性にひどく狼狽していた。個性を自由に与えてくれる存在、その噂をたどったんだ。ママンとパパンは大変な思いをして、あの置き手紙で君が僕と同じ無個性だったと。メロアオイが絶望したんだ。それでさ、私の体は光を屈折させる性質がある。日本中がおかしくなっちゃったんだよ。みんな死んじゃってもおかしくなかったんだよ。寮でみんなと暮らしていたの？何考えて教室にいたの？青山くん！違うんだ！優雅を！こんなのもうやめよう。